今回は首周りをスッキリさせて首ダイエット、なおかつ自律神経も整えて首をね絶好調な状態に持っていきます。小川慎弘です。はい、今回の動画は首ダイエット、1分で首痩せしてなおかつ自律神経も整えるっていう方法をあなたにお伝えしていきます。首をね痩せたいと思ってるね、この動画を見てくれたあなたもですね、そういった方はですね、おそらくここの首の付け根のこの辺のお肉がですねかなり盛り上がってるんじゃないでしょうか。この辺のねお肉を気にされてる方は首が短く見えてしまって、なおかつ首へのストレスかかってですね、まあ自律神経の乱れもおそらくあると思います。で、自律神経の乱れって目に見えないもんなんでね、ちょっと分かりにくいかもしれないですけども、例えば頭ってこう結構重たいんですよね。ですので、まあ、女性であれば、まあ、3、4キロぐらい、男性でも4、5キロぐらいって結構重たいもの乗ってますから、常に首へのストレスかかってるんですけど、まあ、そういったところから、まあ、眼精疲労とか、鼻水、鼻詰まりとか、あとは、まあ、不眠症とか、呼吸が浅いとか、あとはもう常に倦怠感、常にしんどいっていうような方は、おそらく自律神経乱れてる可能性はあります。ですので、今回は、首周りをスッキリさせて、首ダイエット、なおかつ自律神経も整えて、首をね、絶好調な状態に持っていきます。ですので今から一緒にやっていきましょう。はい、まずミッションはですね2つあります。まずミッション1はですね、この首の付け根ですね、頭と首の付け根のとこ、ここの後頭下筋っていう筋肉を緩めていくんですけども、細い首の上に頭乗ってるわけですから首へのね負担ってかなり大きいんですね。ですのでまずねこう上向いたりとか横とか首の動きをちょっと確かめてみてください。まあ、人によってはこう動かすと痛かったりとか動きにくいっていうのがあると思うんですけども、こういう動きちょっと見といてください。首がねどうしてもこう詰まってくると目がぼやりしたりとかですね、あと呼吸が浅くなって、まあ、この辺はねなかなか気づきにくいところなんですけども、そういった状態を今からね後頭下筋という筋肉を緩めてスッキリさせていきます。かなり首がね凝り固まってる方とかはすごい自分でマッサージしたりとかストレッチしたりとかされることもあると思うんですけども、基本的にそんなにね強い刺激をかけなくても筋肉って緩めることできるんですね。まずはですね、この親指、自分の親指をですねこの首筋からこの後頭部に向けてピタッと当てます。ちょうどこの後頭骨に指を当てるんですね。そこに指を当てた状態でこのまま大きくね深呼吸を5回行います。指をグッと押すというよりも当てとくだけで OK です。じゃあここからですね、深呼吸5回いきますね。はい、でまず1回目、じゃあ大きく吸います。で吐いて、はい2回目、で吐いて、3回目、吐いて、はい4回目、で吐いて、はいラスト5回目、で吐きます。これだけですね。さあこれで手を離して首の動き見てもらうと結構ね軽くなってると思うんですよね。で、まあ中でちょっと目もねスカッとしてる感じも感じる方もいると思うんですけども、これがミッション1ですね。ここを緩めることによってですね、脳からの指令が行きやすくなって、これで自律神経の乱れなんかも整いやすくなってきます。そして次ミッション2ですね。今度は首痩せ効果を出すためにですね、この首の後ろの筋肉、首と肩甲骨をつないでいる肩甲挙筋という筋肉を緩めていきます。普段猫背でですね、手を前で使うことによって肩甲骨が外に開いてしまって、で肩がぐっとすくんでしまうことによって、まあ、首がね短く見えたりするんですけども、首自体はね頸椎といってこう7つの骨がこう積み木のようにつながってるんですけども、それ自体が短くなったりとか太くなることないんですけども、なんで太くなるかって言ったら肩がこうすくんだ状態になって、この辺のねモリモリの肉がついて首が短く見えることで、まあ、首が太く見えちゃうわけなんですね。ですので肩甲骨をぐっと下げてあげると首が長くなってスッキリさせることができますので、この肩甲挙筋という筋肉を緩めていきます。やり方はですね、これ片方ずつ行うんですけども、ちょっとまず右側からいきますね。右側やるときはですね、左手を頭の後ろからこの耳の下にこの乳様突起という骨があるんですけど、
そこにこの3本指を当てます。でそして内側に引いて上にグッと押し上げます。引いて押し上げます。でこのまま固定です。そして右肩をですね、指先を肩につけて大きくね20回腕を回しますね。肘でね大きく円を描くように回していきます。でいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これで終了ですね。さあ結構わかりますかね、肩が下がった感じで、首とね肩もすごく軽くなってるんですね。でこれをするとですね、この肩の付け根のもり肉がだんだん下がってきて、首長効果、首が痩せる効果を出してくれます。じゃあ反対も同じくで、左やるときは右手で後ろから同じく内側上に固定します。で指先を肩につけて肘で大きく円を描きますね。でこっちも20回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、終了です。さあこれで両方の肩がねストーンと落ちて、首がねすっきりしましたね。これをすることで、まあ肩のもり肉がなくなって、首がほっそりと首痩せ効果を出すことができます。はい、で今回の動画ねおさらいしていきますね。今回は首痩せで自律神経も整えていくってことなんですけども、ミッションはね2つあります。まず1つ目がですね、首のこの頭の付け根ですね、首と頭との境界線、ここに後頭下筋という筋肉があるんですけども、ここの筋肉を緩めていきます。どうしてもこの辺ですね、姿勢によってここがちょっとこう詰まるみたいな感じになってきて、凝り固まるとですね、まあ目の疲れとか、あとは呼吸が浅くなったりとか、鼻水鼻詰まりとか、あとはなんかこう体がねだらーんとねしんどくなっちゃうんですよね。で自律神経ってこう目で見えないもんなんですけども、これ実際ですね、普段僕らの日本病生骨学院では自律神経を測る機械とかもありまして、初めて来たお客さんとか自律神経とかの、ね、数値を測って、今の状態がどうなのか、交感神経が高いのか副交感神経が高いのかっていうこのバランスを見たりとかしてですね、でその状態を測って、まあ、お客様の状態を聞いた上で施術をしてですね、全身の骨格矯正をして、その後にまた測るとですね、その自律神経バランスっていうのはすごく安定してくるんですね。これはうちのね学校の顧問としてついてくれてる医学博士の先生がいらっしゃって、そんな方が推奨している自律神経の機械と測り方なんですけども、まあ実際にですねそれやると本当にね体の状態良くなって、しかも結構長期間ねそれが持続するっていうね効果も実際出てます。ですのでね、まあそういったことでね、普段はお客様に数値で自律神経のバランスを良くすることが、目で見せることができるんですけども、通常まあなかなか見えないもんなので、自分の状態がどうなのかって分かりにくいと思うんですけど、まあそういった形で見せることもできます。今回ですね、もう力を使わずに緩めていくんですけども、まずこの親指をですね、この頭の付けに当てます。でおそらく首がすごいカチカチで、マッサージ好きな方はもう強い刺激で揉まれるのが好きな方多いと思うんですけど、マッサージで強くするとですね、だん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 筋肉自体が硬くなって、どんどん強い刺激を求めてくるので、そうなってくると負のスパイラルですね、どん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 こう悪い循環になってしまうので、できたらもう力を使わずにですね、気持ちよさよりも体の状態を良くするっていう方向に目を向けてもらって、力をかけずにやってもらうことにまずね慣れてもらうのがいいんですけども、やり方は指を当てて、もう軽く当てた状態で深呼吸をしていきます。まあ事前にですね、首の動きを確認しといて、上向きにくいとか横倒れにくいとか、まあ、今の状態を確認してからやっていきます。で指をですね、親指をグッと当てて軽く固定します。でこのまま深呼吸を大きく5回しますね。でまず1回目吸って、で吐いてっていうのを5回行います。この深呼吸するだけでですね、この後頭下筋緩まるんですね。でここ緩まるだけで首の動きがかなり楽になります。これはもうその場でね、結構目の視界が明るくなったりとか、首の動きとか、あとちょっと呼吸がしやすくなったりっていう症状もですね、こう実感できると思います。そしてミッション2つ目、今度は肩甲挙筋という筋肉ですね。普段猫背の姿勢、巻き肩で肩がすくんでですね、首と肩の位置がこう近づいている方、
これって首が太く見えてしまう原因なんですけども、この上げてる原因っていうのがこの肩甲挙筋ですね。肩を上げる筋肉なんですけども、普段の姿勢でこう上がりっぱなしで凝り固まってますので、これを下げていきます。でこの肩甲挙筋もですね、もうマッサージでほぐすんではなくて、縮んでしまった筋肉を最大限動かしていきます。でやり方は、右をやる場合は左手で頭の後ろからこのね、耳たぶの後ろのこの出っ張った骨、これ乳腰突起って骨ありますから、そこに3本指を当てて内側中心に向かって引きます。でそのまま上にグッと押し当てて固定します。そして指先を肩につけて、肘で大きく円を描くように肩甲骨をですね動かしていきます。肩甲骨と首とつないでる筋肉なので、肩甲骨をしっかり動かすことで、普段ね縮んでサボってる筋肉が動くことで伸びていくんですね。これをすることで肩甲挙筋が緩んで肩甲骨の位置が下がります。そうすることで、ここのね肩の盛り肉がすっきりして、首が長くほっそりとした状態を作ることができますので、これを続けることで首ダイエットにもなります。でその今回はその首ダイエットと、なおかつこの後頭下筋を緩めてですね、自律神経の状態を良くしていくっていう2つのね効果を体感できると思うので、普段ねちょっとこう体しんどいなっていう、なんか原因が分かんないけどしんどいなっていう方なんかは、おそらく自律神経が乱れてる可能性もありますので、ぜひこのねミッションを試してください。はい、では今回の動画を見てねいいなと思った方、高評価そしてチャンネル登録とコメントの方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でねお会いしましょう。小顔シンでした。